はい、今回はですね、筋肉多い争奪戦に登場した技巧チームのメンバー紹介をしていこうかなと思います。はい、でちなみにこのメンバーなんですが、飛翔チームのメンバーと比べると超人強度はちょっと低めかなっていう感じ、ちょっと結構低いですね。はい、飛翔チームは全員5000万パワーオーバーしてたんで、であと印象はですね、ちょっとやっぱギミック系が多いっていう印象はあります。飛翔チームも大概だったと思いますけどね。だから多い争奪戦に登場した超人自体が結構そういったタイプが多かったのかもしれないですね。はい、あくまで印象です。でなんといってもね、その飛翔チームの時はね、そのメンバー表にね、炙り出しを使うっていうね、まあ、ルールスレスレか反則なんかよくわかんないですけど、まあそこら辺をねついてきた筋肉マンだったんですが、この技巧チームとの戦いではですね、まあなんというかな、あからさまにね、その例えばミート君の代わりにいきなり先方がウォーズマンになったりとか、でラーメンマンが途中加入したりとかって、そういう展開があったんですが、ルール的にどうなのかなと思ったんですけど、まあ他のね運命の王子たちも筋肉マンに寄ってかかってね、結構卑怯なことしてたんで、何とも言えない部分はあるんですけど、まあ何はともあれね、それに対してね特に反対することもなく、うん、ラーメンマンが出てきた時にはね、俺が倒すんだ俺が倒すんだって言い合ってたぐらいなんでね、ひょっとしたらですね、寛容な心の持ち主のメンバーが多かったのかもしれないなっていうのは勝手に思ってたりします。では早速ですね、メンバー紹介いきます。まず、先方はザ・マンリキですね。身長250センチ、体重500キロ、超人強度が721万パワーって、まあまあ高いんですよ。スウェーデン出身ですね。で超人総選挙2019ではおそらく見落としがなければ100位より下だったんじゃないかなと思います。で万力が化身の超人で、ダイヤモンドをも砕く万力、スクランブルデバイスで敵を締め付けたり開くことで敵を引き裂いたりすることができます。で地味にやっぱダイヤモンドを砕く力っていうのはすごいんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、で万力はですね、その真横に倒すことで肩から胸に移動させることもできますし、あと壊れてもね、体内のね予備と交換することもできます。だから要は歯が生え変わるかのように、どんどん壊れてもバンバン出せるっていう感じなんでしょうかね。で原作ではですね、まあ、先方のミート君をいたぶってたんですが、代わりに先方になったウォーズマンに敗北してますね。はい、でイメージとしてはね、結構過小評価されてる感じはあるんで、実際強いかどうかっていうのも何とも言えないんですが、まあ一応ゼムラにね、そのチームに指名されたぐらいなんで、それなりの実力は持ってたんじゃないかと思うんだけど、やっぱりその序盤ね、そのミート君をいたぶっていたりとか、あとそのウォーズマンがベアクローを持った途端にちょっとビビってたところを見ると、どうしてもねそんなに強いイメージが湧きにくかったのかもしんないですね。ただまあ、そのなんていうかな、隠したねスクランブルバイスでウォーズマンにね攻撃できていたら勝機はあったのかもしれんなっていうのは思いましたね。実際あのスグルにね妨害されていますけどね。はい、で次にですね、時報ですね、モーターマンですね。身長190センチ、体重210キロ、超人強度が460万パワー、フランス出身ですね。で超人総選挙2019ではなんとかギリギリ第100位っていうことでランクインしていました。で頭部のドリルを回転発光させたり、両腕の電池を直列つなぎにして高圧電流を流したりするなど、ギミック多彩なロボ超人。これ学研の図鑑の説明借りてるんですけども、ここでギミック多彩って言っちゃってますからね。はい、あと他のロボ超人を充電することも、できます。はい、バイクマンを充電してましたね。でまあ、肉知識の方では、その学研の図鑑超人の肉知識の方では、モーターマンの両腕の電池は右手の先はプラス極、左手の先はマイナス極ってことも書かれていました。で原作ではですね、まあ、弱ったテリーマンに勝つんですが、ラーメンマンに秒殺されてしまいましたね。
なおこの試合なんですが37秒で決着して大会最短試合とされていますが、それより前に行われたそのレオパルドンとマンモスマンですね、そこでレオパルドンが 0.9秒でですねマンモスマンに倒されているんで、まあ、この辺はどうなるのかなっていうのはありますけど、ゴング前だったからうんちゃらかんちゃらみたいな解釈はされてたところもありますね、インターネット上では。はい、であとですね、まあそのそっち技巧チームに呼ばれたのはあくまでその戦力としてというよりかはバイクマンの燃料を補給するために呼ばれた感じでしたね。ちなみにですね、このモーターマンっていうのはディープオブマッスルでもエピソードがあるんですが、要はバイクマンとモーターマンのエピソードですね。まあそれについてはちょっとバイクマンの方で紹介していこうかなと思います。はい、でまあなんていうかな、このモーターマンに関してなんですが、どちらかというと、ね、燃料役みたいにされてたからネタキャラの部類に入るとは思うんですが、そうですね、ちょっとレオパルドンとかと比べるとちょっとあんましいじられてない感じもするんでね、そういう点ではちょっと地味な感じも拭えないかなとは思うんですよね。まあ順位もさっき言ったように総選挙100位でしたが、レオパルドン30位ぐらいだったですからね。はい、で、次ですが中堅バイクマンですね。ちなみに自分技巧チームの中ではこのバイクマンが一番好きですね。はい、身長195センチ、体重150キロ、超人強度が1200万パワー。ここでちょっと跳ね上がりますね。で、オーストラリア出身で超人総選挙2019では第79位ということでした。で、バイクの特性を備えたロボ超人、まあまんまですね。はい、オートバイに変身することもできます。球体の金網で囲んだサンダーストームのデスマッチが得意で、敵を必要に追尾して攻撃します。で、実はガソリンと電気が燃料のハイブリッドだったりするんですよね。ガソリンはパルテノンに入れてもらってましたし、途中モーターマンのね、電気でね充電していましたもんね。はい、で原作ではですね、まあ、試合前にラーメンマンに不意打ちを食らってたんですが、まあ、試合の中ではそのラーメンマンと激闘を繰り広げていますね、まあ、ただ最後は、ガウロン戦ドロップによって、敗北しています。でさっきも言ったんですが、そのディープマッスルでエピソードがあって、まあ、それについてもちらっとね、紹介をさせていただくとですね、その中では一応バイクマンはですね、最初その格闘技に関しては無頓着で、自分としては世界的なレースに出場して勝つことがね己の使命だと考えていたんですよね。まあそんな中ちょっとね、あのモーターマンと出会うわけですよ。まあ、あの燃料切れなところをですね充電してもらってちょっと助けてもらってたりしたんですが、その後そのモーターマンがですね、いち早くそのバイクマン の、 その格闘家としてのセンスのねあることをね見抜いて、ちょっとストーカーまがいでどんどん粘着してついていくんですよね。態度もですね、どちらかといえばモーターマンがすごい強気で何かとバイクマンに勝負を挑んでったりするんですが、まあ、バイクマンはそんなに格闘技には興味ないんでね、嫌がっててね、ちょっとね煙たがってた、そんな感じなんですよね。まあ、あのそんな2人だったんですが、まあいろいろあってですね、ちょっとタッグを組むことになったんですが、その時のタッグ名がキラーモーターズっていうことだったんですが、まあそこでちょっとね、それを皮切りにそのバイクマンの、ね、格闘家としてのセンスが開花していくわけなんですよね。ただそれと同時にですね、あの格闘技の方を誘ったモーターマンの方との実力の差も開き始めて、いやモーターマンよりもバイクマンの方がはるかに花があるし強いんですよね。はい、でちょっとギクシャクした2人がタッグを解消してしまうんですが、その後ですね、ゼブラがですねバイクマンをね、チーム入りに誘ってくるんですよね。誘ってくるんですが、その時にバイクマンがね、そのモーターマンも紹介するんですよ。で、最後にセリフとして、かつて俺が唯一最高のパートナーだと認めることができた最低の最高野郎だみたいなことを言って、それで終わったんですよね。まあ、最高野郎ってのはさっきも言ったように、すごい、なんていうのかな、ストーカーまがいについてきて、何かと勝負を挑んできたりしてきたんで、その点を指してるっていうことなんですけどね。はい。ただ原作ではね、そのバイクマン、モーターマンのこと弱小超人呼ばわりしてたんですけどね。はい。まあ、ディープオブマッスル自体が一応その原作を補完する立ち位置かなとは思うんだけど、かといってストーリーとがっつりとね、噛み合ってるっていうことも
ないんで、その点ちょっとね解釈人によっては分かれてくるかもしれないですね。でさっき言ったようにバイクマン結構好きな超人でね、もし味方になったら一生懸命応援すると思いますね。はい、味方として戦ったらバラバラにされそうですけどね、そんな不心配もあったんですけど、まあそれはないかな、可能性として仲間になる可能性自体はないかなとは思ってます自分では。で次にですね、副将パルテノンですね、身長280センチ、体重950キロ、超人強度が1500万パワー、ギリシャ出身ですね。で超人総選挙2019では第95位ということでした。でパルテノン神殿に命が宿った超人ですね。で人を埋め込んだ人柱からは怨念と憎悪のパワーが照射できるということでね、パルテノン神殿実は柱の中に人柱だった人間が埋め込まれているっていう、そういう説になってましたね。はい、筋肉マンの世界では。でまた体の一部をドロドロに液化させ、触れたものを化石化させたり柱に閉じ込めさせることもできます。まあロビンマスクがまさにそれをされていましたね。はい、で学研の図鑑のね説明では、まあ、心もドロドロしており、金と権力に目がないってことを書かれていました。あと、体の柔軟性が低く関節技にはめっぽう弱いってことです。またですね、まあ、技巧チームの役割としてはそのゼブラをですね、黒い感情、ゼブラのですね黒い感情を解き放つのも彼の役目みたいなことは、こっちはね背表紙コレクションの方に書かれていましたね。であとですね、これ学研の図鑑の肉知識なんですが、パルテノンは神殿瓦礫崩しで体をバラバラにできるんですけど、関節技を決められてしまうと体の筋が引っ張られてバラバラにできないみたいなね説明がされていましたね。これ自分ね原作読んでる時全然ねその疑問に持たなかったんですよ。やっぱ結構いらっしゃったんでしょうね。関節技決められててもバラバラになって抜け出せんじゃんみたいな、そういう疑問をね持たれた方がいらっしゃった、結構いらっしゃったかと思うんで、それに答えた返答だったのかなと思います。自分全然疑問に持ちませんでした自分。はい、で原作ではですね、まあ、ゼブラとパルテノンでスグルとロビンのタッグマッチに臨むんですが、まあ、最終的にはですね ロビンマスクにですねタワーブリッジとロビンスペシャルのコンボを食らって、ゴーチンということですね。はい、やられてしまいました。であとこのパルテノンなんですが、島田先生のお気に入りのようです。まあ要はジャンプコミックス背表紙コレクションにはですね、技巧チームとの決着っていうのは当初からタッグ戦と決めていたみたいで、まあそれ用に採用された超人だったみたいですね。まあタッグ映えすることやいろんなギミックを搭載できることから島田先生のお気に入りということらしいです。はい、で自分ですね、まあ、これもいろんなところで喋ってるんですが、大井争奪戦のストーリーを知ったのはアニメなんですよね。はい、コミックス後で読んだって感じで、だからパルテノンっていう超人がいたことは知ったんですが、どこでどういう風に登場してたかっていうのは知らなかったんですよ。はい、だからね風貌からして正義超人かなっていうのは勝手に思ってたんですけど、結構ねさっきの説明通りドロドロしたやつだったんで、まあなんていうのかな、軽くショックを受けた思い出はありますね。はい、で、最後にですね大将筋肉マンゼブラについて紹介していこうかと思うんですが、まあゼブラに関してはひょっとしたらねまたね詳しくやろうと思うので、ここではちょっと軽めに紹介させていただこうかなと思います。まずですね、身長220センチ、体重154キロ、超人強度が97万パワー、ただし技巧の神が憑依しているときは1億パワーですね。筋肉性出身です。で超人総選挙2019では第31位っていうことで、まあソルジャーマンっていう例外を除けば運命の王子たちの中では一番低い地位に甘んじてるっていうことですね。まあなんていうか若干不遇な感じはしますよね。人によっては若干どころじゃないっていう感想もあるかもしれないですけど、でまあそのゼブラなんですが、正体は超人ボクシングのスーパーヘビー級チャンピオンだったパワフルマンです。筋肉三大奥義の一つマッスルインフェルノを極めているなど、技量には特筆すべきものがありますね。でマリキータマン戦ではマッスルインフェルノを自ら改良したものを披露しています。で、まあ、要はゼブラっていうのは白バージョンと黒バージョンがあって、その学研の図鑑の説明から言うとクリーンファイトと残虐ファイトの二面性を使いこなすっていうことがあったんですが、その残虐ファイトを使っている時の
黒ゼブラとは一体何なのかについて、これもねマリキータマン戦で明らかになったんで、まあそれについてもちょっと、説明させていただきます。まずですね、この黒ゼブラなんですが、実際はですね、その親友であるシマウマのキッドを殺してしまった時にですね、罪の意識に耐えきれずパワフルマンが生み出したもう一つの人格だから、二重人格ってことですね、パワフルマン自体が。で、白のゼブラと比べると残虐ファイトを好み、平然と反則行為もします。まあ要はその2つの人、もう一つの人格を生み出して、そっちの黒いゼブラの方にそのキッドを殺してしまった罪をなすりつけてしまったって、そういうことだったと思います。はい。で、まあ、マリキータマン戦でもね、黒ゼブラ登場するんですが、そのマリキータマンがですね、その黒ゼブラに対して、その意固地さが弱点であることをね、指摘されてしまい、まあ、挙句の果て、黒いゼブラは白のゼブラよりも弱いっていうことを言い放たれてしまいます。はい。ただ、まあ、マリキータマン戦の途中でですね、その白のゼブラの方が、まあ、本体ですよね、パワフルマンが、まあ、キッドを殺してしまったのは自分の罪であるってことをね、認めたことが契機になって、2つあった人格ってのは1つに戻ったってことですね。ただまあ時すでに遅しっていう感じではあったんですけど、まあだから原作ではさっき言ったように最初タッグマッチをしたんですが、後半はスグルとね、まあ1対1のね直接対決をするんですよね。で、最終的には未完成マッスルスパークを食らって敗北ということです。ただここね、コメントでも結構指摘があったんですが、要はあれですよね、まあ、95万パワー、この時まだカジバのクソ字から戻ってないんで、95万パワー、しかも未完成マッスルスパークなんですよね。まあ、究極の超人タック編の説明を借りれば、マッスルスパーク10の、まあ、未完成ですよね。手のフックがまだないんで。だから未完成でやられてしまった、そういう点も含めてちょっとうーんってところはあったのかもしれないですね。やはりその黒のゼブラは弱かったのかなとか、あとまあ普通に考えれば、その秘書チームの時でもミキサー大帝自体は5000万パワーのね超人強度、まあ強いか弱いか別として、それでも95万パワーの筋肉ドライバーで倒せるってことは言ってたんで、まあそう考えれば1億パワーのゼブラに対して未完成ながらも、なんていうのかな、勝手に考えてしまえば、未完成でもね、マッスルスパークっていうのは筋肉ドライバーよりもね、強力な技っていうことをね、考えれば、まあ、倒せないこともなかったのかなと。一方で、やっぱさっきで黒ゼブラってひょっとしたら、その防御の方にもね、ちょっとね、なんていうかな、弱い部分があったのかっていうのは勝手に思ってたりするんですが、その辺の真相はよくわかりません。はい。で、その敗戦の後ですね、要はまあ、プリズマンの放ったカピラリア7コース、7光線、7光線ですかね、を直撃して、を食らってしまって白骨化してしまうんですよね。この点についてはですね、まあ、筋肉マンジャンプの方でですね、まあ、フェイスフラッシュで復活したってことでいいんじゃないみたいなことは、ゆうたまご先生コメントを出されてましたね。はい。島田先生だったのかな。で、まあ、六層格編では満を持してね、再び再登場するんですが、マリキータマンに敗戦と。ということで、原作では未勝利ですね。ただ、当たる兄さんも実はまだ未勝利なんですよね。今のタッグマッチがどうなるかっていうのは何とも言えないんですけどね。ただ、それを含めてもちょっとやっぱ不遇なのかな。うん、そんな感じです。あとですね、このゼブラに関してなんですが、まあ、ジェシー・メイビアの強化版みたいな、そういったイメージで考えられたみたいですね。これも背表紙コレクションの方なんです。島田先生はそのゼブラに対してジェシー・メイビアを究極的に発展進化させたイメージで考えられた超人ってことは言ってましたね。まあ、どういう点かと言われれば、要は流れるように技を繰り出すっていう、そういう技師とかそういう点で、そうジェシー・メイビアの完成版みたいなことは言ってたんじゃないかなと思います。で、まあこんな感じなんですが、やっぱね、もう一度ちょっとね、ゼブラにね、チャンス与えてほしいなってのはあります、ね、対戦まで組まれるかどうかっていうと、ちょっと厳しいかなっていうのはあるんですが、最低でもサタンの計画が失敗するぐらいでね、妨害をしてほしいかなとは思ってますね。っていうかまあ、生きてますよね。多分、死んではいないかなっていうのは勝手に思ってるんですけど、なんとかね、もう少しちょっとね、頑張ってほしいかなっていうのが本音です。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。